人間は真空で生きることができます。とはいえ、そうなるともう人間ではなくなるのですが。地球以外の惑星に住んだり、そこでどう適応できるかについてよく議論されますよね。理論的には人間は宇宙ステーションで生活できます。ただしその場合、生命は全く異なる形で進化するでしょう。というのも、そこで人間は大気なしで生活しなければならないからです。人間が真空で生活するためには何が必要なのでしょうか。デュガール・ディクソンは著書で興味深いコンセプトを生み出しました。それは宇宙で生き残るために設計されたバキューモーフと呼ばれる生物。ある意味で人間みたいですが、実際は違います。まず空気が全く存在しない宇宙では圧力が重要になります。これを大気圧と言い、大気が私たちの肩にどれだけのしかかっているのか、どれだけ重いのかということです。人間は海抜で強い大気圧に囲まれる生活に慣れています。しかし宇宙ではそれが全くありません。これは人間の体にとって非常に厳しい状態。宇宙飛行士はこの劇的な変化に対処するため宇宙服を装着しています。最も可能性が高いのは人間もロボットや甲虫、または深海に生息する海洋生物のように体の内側を守る硬い外殻を得るように進化すること。外殻があれば体内に原子が流入したり体から流出したりするのをコントロールできるでしょう。ディクソンの著書に登場する架空の生物ホモカイレスティスは甲殻類のような特徴を持っています。ちょうど今お話しした外殻を持つ生物ですね。この生物の体の作りは軌道や真空に耐えられるようになっています。この生物は3つの肺で呼吸し、宇宙船に掴まれるようながっちりとした死体を持ち、厳しい環境から目を保護するために目を閉じています。また酸素と排泄物を処理できる特有の器官も持っています。残念ながら繁殖はできません。最高の適応力を持っていますが、バキュー毛布は不妊で寿命は限られています。映画では宇宙が非常に恐ろしい場所であると描かれていますよね。極寒で放射線は危険、空気は全くありません。宇宙では血液は沸騰してしまうか、瞬時に凍ってしまいます。とはいえ、一時的であれば人間は宇宙で生き延びることができます。宇宙船から突然放り出されたとしましょう。映画では生きることを可能にしてくれる場所から瞬時に旅立つことを意味します。しかし実際の生活ではハリウッドが描くほど瞬時ではありません。科学者たちは疑わしい実験を行い、人間を巻き込む事故を起こしてきました。宇宙服が偶然にも減圧したという宇宙飛行士がいます。彼は気を失ったものの、再び加圧されると幸い無事だったのです。ただし、しばらくの間、味覚を失ってしまいました。いずれにせよ、宇宙の真空の中で数分間は生き延びることが可能だということが分かりました。楽しい体験ではないでしょうけどね。宇宙服を着ずに宇宙にいると気圧がないため肺の中の空気が膨張します。特に息を止めている場合、これは非常によくありません。1分もしないうちに酸素不足で意識を失います。数秒もかからず全てが真っ暗になるでしょう。しかし宇宙空間でも全く問題なく生活できる生命体が存在します。その環境にも耐えられる極限環境生物と呼ばれる小さな生物が発見されました。自然界で最も勇敢な生存者で、凍えるような寒さ、空気のない環境、強烈な放射線など驚異的な条件にも耐えられるんです。近年、この特別なバクテリアが宇宙でどう生きられるのかが研究されています。これは国際宇宙ステーションに送られ、1年間ステーションの外に放置されたんです。その後検査したところ、驚異的なことが判明しました。バクテリアの見た目はあまり変わらなかったのですが、自己を保護するため外膜症候と呼ばれる微小な構造が生み出されていたのです。このバクテリアはどうやらスーパーパワーを持っていたようです。 DNA を修復し、ダメージを与える可能性のある有害な分子を撃退できるのです。また宇宙生活に適応するためにエネルギーの使い方も変えていました。地球以外で生命がどうやって存在できるのか、より深く理解できるかもしれませんね。ちなみにこの実験はタンポポ計画と呼ばれていました。細菌には信じられないほどの適応力があります。例えば細菌が何年間も宇宙空間に漂っていられることが分かっています。この小さな生物は保護してくれる共同体のようにくっついてまとまっています。こうして宇宙の厳しい条件を生き抜いているんです。ある興味深い実験で非常に強い細菌が国際宇宙ステーションの外側に置かれました。この細菌をそれぞれ紙5枚分の厚さの小さな球体に入れた状態でです。結果として3年間もの間、それは無傷でここに留まったのです。外装が盾のように機能し、内側のものを宇宙の有害物質から保護していました。
この発見はバクテリアの集団が惑星間で宇宙を旅できることを示唆しています。この考えはパンスペルミア説と呼ばれ、生命を宇宙全体に広げることを意味します。つまり宇宙旅行が偶然にも他の惑星に生命をもたらす可能性があるということです。例えば火星上で微生物の生態が発見されたとしたら、どこからか到着したものかもしれないということです。つまり一部の微生物は宇宙空間で生存可能だということ。しかし動物のようなより複雑な生物になると状況は難しくなります。生命を維持する上で最も重要なのはエネルギー。他は全て付加的なもので、エネルギーがなければ何も起こりません。生命が機能するためには数々の化学物質が混ざった液体が長時間にわたり必要で、また機能するためには大きな空間が必要です。圧力が不足していると液体は蒸発します。真空はほとんど圧力がない状態ですよね。大気を持たない小惑星や月の中で生命が進化するという可能性はあります。また宇宙に適応した生命が存在する可能性もあります。仮説的にはこの宇宙で生存できる生物はガスから作られているかもしれません。自意識を持って浮遊する雲のようなものです。また純粋なエネルギーから作られているため見えませんが、エネルギーレベルを通じてコミュニケーションを取ることができるかもしれません。または自らの大気を持つ地球のような巨大生物で、小さな生物が体に生息していたりして。しかしどれもこれもありえそうにないので、宇宙空間で生命が自己進化する可能性は非常に低いと考えられます。さて、宇宙空間ではなく固く呼吸不能な層で覆われた惑星を考えてみましょう。驚くことに、惑星に空気がなくても水が存在する兆しが少しでもあれば、生命が進化する可能性があるのです。地表の深く下では特殊な排出口から鉱物が噴出し、熱で川が温められているかもしれません。生命はそこで始まり、乾燥から安全に避けられる表面から遠ざかるのです。呼吸は生命がエネルギーを得る方法の一つに過ぎませんが、他にも方法はあります。例えば太陽光。月の表面を思い出してください。空気はありませんが、太陽光エネルギーを使って生きることができます。しかしその生物がいるのは地下深く、日光がほぼ届かないため、別のエネルギー源を利用できるような方法を進化させなければいけません。中には特殊な色素を利用し、惑星の地殻を通してわずかに漏れてくる光を使った光合成の能力を持つかもしれません。また他の生物は特定のバクテリアと共生関係を形成することで、川の鉱物や有機化合物からエネルギーを取り込める可能性もあります。惑星の地表深くでは、川はただの水源ではなく、生命を維持するための不可欠な栄養分が豊富に含まれています。この川は広大な地下門を流れ、生命が繁栄する居住可能な環境を形作ります。この生物は固体のミネラルを食べ、内部の湿度を高めるため殻を作り出すかもしれません。厳しい環境で生き残るために、独自の生物学的特性を進化させなければなりません。例えばある種の生物は暗い地下トンネルを移動するために生物発光を発達させるというように、他の生物は栄養源を見つけたり危険を避けたりするために、環境の微妙な変化を感知する感覚器官を適応させることができるでしょう。モグラみたいですね。このようなエコシステムは栄養循環の絶妙なバランスで維持されるでしょう。微生物は有機物を分解し、必要な栄養素を川へと放出。これが植物の進化の助けとなります。その植物はより大きな生物の餌となり、連鎖していくのです。その後、数千年間で何が起こるかは誰にもわかりません。惑星の地殻が時間とともに移動し、割れて地下の環境に新たな挑戦が課されても、生物はそれに適応し、進化していくのです。いずれにせよ、以前考えていたよりも生命にははるかに適応力があるということが分かっています。極めて厳しい条件下でも生き残ることができるのだと。地球以外の惑星でどのような種の生命が見つかるかは分かりませんが、かなり奇妙な予想外の場所で見つかったとしても驚きではありません。1日目、細かく強力な揺れによってイタリアのナポリの街が揺さぶられています。そしてニュースもこの地震のことを報道しています。専門家たちはナポリ湾の成層火山であるベスビオ山が間もなく噴火すると言っていますが、一体いつ起こるのでしょう。この火山は過去に何度も噴火しています。実際現在の形になったのもそれが理由です。溶岩や軽石、火山灰が何層も重なってできているんです。
ベスビオ山が最後に噴火したのは1944年のこと。でも大噴火を起こしたのは約2000年前の話。この噴火は古代ローマの町であるポンペイとヘルクラネウムを埋め尽くし、周辺地域を破壊しました。現在300万人が火山から30キロ以内に居住し、60万人が危険地域に住んでいます。歴史上大規模な噴火は、長い休止期間の後、数千年ごとに発生しています。ここで懸念されているのは、ベスビオ山の噴火が長期間発生していないということなのです。今日では、ベスビオ山天文台が火山を監視しています。地震観測所と高密度 GPS アレイと衛星によるレーダーを使って地面の動きを測定中。さらに火山から噴出されるガスに含まれる化学物質をテストするための特別な装置も装備されているんです。これらの設備は専門家が噴火を予測するために使用されています。でも本当に噴火するのでしょうか？現在マグマは地表から10キロ以上離れた距離にあります。昨日までは安全だと思われていましたが、今にもかなり悪化しそうな状態なんです。3日目、揺れが再度発生し、ローカルマグニチュードで3を記録しました。火山の近郊に設置されている機器は全て作動し始めています。そしてマグマも上昇し始めました。まだ表面まで届いていませんが、ベスビオ山は間違いなく活動を活発化しています。午後にはさらに2回の揺れが発生。この揺れは普通の地震のものとは違うので、地質学者たちは地震計の表示に違いを発見しています。火山性地震の場合、ローカルマグニチュードでは4から5低めに記録されるのです。そして専門家たちは、火山が噴火するまでほんの数日から数週間しかないということを確信したのです。一部の火山は噴火する前、数ヶ月から数年間活動を活発化させることがあります。でもベスビオ山の場合は訳が違うのです。4日目、地割れが発生し始め、まるで地面に閉じ込められていた巨大な生物が空気を求めて必死に脱出しようとしているかに見えます。そして小さな亀裂からは蒸気が吹き出し始めました。地域によってはかなり暑くなっているところもあります。それらの場所へ行くとオーブンに入っているような感じがし、息苦しくなってしまいます。羊たちの中には山に近づきすぎて気絶したものも。そしてそれを見ていた農夫は熱ではなくガスによって倒れそうになってしまいました。二酸化炭素と硫化水素が大気中に放出されています。それにより火山の周囲は全体的に腐った卵のような匂いが漂っており、森の動物も移動し始めることに。近郊の森は何日もの間土からこれらのガスを吸収しているので茶色になり始めてしまいました。そしてこの地域の二酸化炭素のレベルは急上昇し続けており、検出器も鳴り続けています。6日目、揺れがさらに頻繁になってきました。火山を観測しているベスビオ山天文台の専門家たちは、地震の原因が上昇し続けているマグマによるものだと語っています。数時間後、全国的な緊急警報が発令されました。火山が噴火する前に地元の数千人の人々が避難するための期間は約15日ほどしか残されていません。危険地帯に居住している60万人の人々はスーツケースを詰め、車やトラックに乗り込んでいます。そして至る所で混乱が発生。でも中にはそのような状況下でも何もせずにじっと立ち尽くしている人たちがいます。何が起こっているのか理解できず、周りを見回しながら呆然としているのです。何人かは自分たちの家の写真を撮っています。そしてソーシャルメディアで混乱の状況をストリーミングしている人も。高齢者の中には、外に出て最後にもう一度自分の家を眺めている人もいます。情報が全ての単なる誤報であることを願っているようです。でも噴火は過去にも発生しているので、どうなるのかはわかりません。7日目、昨夜は多くの人にとって眠れない夜でした。地元の人々のほとんどはすでに町を去っています。他の町から来た親切な人々が住民を早めに避難させるために手伝いをしています。大規模な交通渋滞になっていますが、それは誰もが予想していたこと。
そのために人々は早く避難を開始したのです。フェリーも電車もバスも避難者を受け入れるために通常の運行を休止しました。誰もが遅れずに安全に避難できるように厳しいスケジュールで運行を行っています。中には避難することを拒む人々もいましたが、結局隣人によって説得され避難することを決意したようです。住民の全員を避難させるためには7日かかります。そしてこれらの人々は近くの安全な地域に移動するだけでなく、国中の地域に移動することになるでしょう。10日目、現在住民の半数以上が危険区域から避難し終わりました。ものすごい混乱の後、沈黙が訪れ、その静けさの中に揺れによる不気味な轟音が響いています。動物も避難させようとする動きもあります。多くの人々は森でできるだけ多くの動物を探し救おうとしているのです。16日目、危険区域にあたる25の町すべての避難が終了し、一っ子一人いません。火山は噴火する準備をしている圧力鍋であるかのように、その揺れがますます強くなっています。そして山頂の巨大な噴火口と側面の通気口から白い煙が立ち上っています。溶けた岩が表面に向かって移動し、食べ物を茹でている時のように加圧されたガスが泡になっています。いきなり大きな爆発音が聞こえ、噴火が起こりました。それは何千キロ先にも聞こえるほどの大音量で、イタリア全土で衝撃波が感じられるほど。そして多くの火山岩が岩に向かって噴出されました。黒く巨大なキノコ雲が形成され、空に広がっていくのが見えます。鳥たちは巣を捨てて巨大な群れとなって飛び去っていきます。真っ赤な溶岩が噴水のように火山から吹き出ています。そして山を下り始め、目の前にあるものを全て飲み込み破壊していきます。さらに火砕流による地滑りが発生し、円錐形の山の一部が崩れ落ち、何百万トンもの土や岩が火山の側面に崩れ落ちていきました。溶岩は斜面に広がり、ゆっくりと森や農地に流れ込んでいきます。火山灰や軽石や岩などが噴煙によって空高く舞い上がっていくのがローマからでも見えます。そして地面に向かって落下し始めました。最初に降ってきたのは火山灰で、その後岩の塊が落下してきました。大気中に含まれた灰は相当濃く、呼吸するのも困難です。溶岩はゆっくりと地域全体に広がり、森林を焼き尽くしていきます。近くの町はすべて暗闇と煙に包まれてしまいました。建物は崩壊し、あたりは車よりも早く移動している高熱の有毒ガスと岩の混合物に飲み込まれることに。さらに岩や火山灰が火山から何キロも離れた位置に落下し、車にぶつかって屋根を破壊しています。溶岩が流れ続け、空は真っ暗になっています。近郊の町はゆっくりと溶岩に飲み込まれ、跡形もなく消えてしまいました。一部の溶岩は海に向かって流れ、海岸に達した場所は白く巨大な蒸気に覆われており、マグマが黒く変色していきます。そしてベスビオ山の斜面には奇妙なネオンブルーの炎が現れ始めました。これは硫酸ガスの燃焼によって引き起こされたものです。火山の表面の亀裂から高圧で吹き出しており、空気に触れて発火しているのです。そしてこの青い炎の高さは約5メートル。現在近郊を飛行するすべてのフライトがキャンセルされ、多くの飛行機が目的地に到達するためにコースの変更を余儀なくされています。全国的な緊急警報以来、飛行機が火山の上空を飛ぶことは許可されていません。火山灰による雲はジェットエンジンやその他の飛行機の部品に損傷を与える可能性がありますからね。その上、水も火山灰により汚染されていて、信じられないほどの悪臭がします。マグマはほんのわずかな時間で町全体を消滅させてしまいました。高層ビルでさえ屋根の部分しか見えません。巨大な噴火の後は静かで小さめの噴火が何度か起こったようです。この時点では火山の噴火が完全に終了したかどうかはまだ分かっておらず、近郊には絶対に近づけません。10年後、ポンペイの古代遺跡を含む危険区域のほとんどの地域は硬化して未だに温かい溶岩の下に消えてしまいました。噴火のことを忘れ始めた人もいます。そして他の地域で新しい生活を始めた人々もいれば、
自分の家が破壊されてしまったことを考えたがらない人々もいます。でも、中には自分のふるさとに戻ることを待ち望んでいる人たちもいます。100年後、あなたは火山灰による荒れ地を眺めながら歩いていました。すると突然、自分の曽祖父の町の上にいることに気づいたのです。もちろん全ては固まった溶岩によって飲み込まれています。でもその下には、多くのものが未だに時間が完全に止まった状態で保存されているのです。あなたは飛行機のファーストクラスでパリへ向かっています。バケーションです。いいですね。そんな中、パイロットのアナウンスが響きます。乗客の皆様、こちらは機長です。地上がゼリーになってしまったため、着陸ができません。機内は大パニック。あなたの体もプルプル震えてきましたよ。地上もプルプル震えているようですが、シートベルトサインがオンになりましたが、誰も従いません。客室乗務員が客を落ち着かせようとしますが、もみくちゃにされています。機内食が飛び交い、皆持ち込んだ荷物を漁って何かを探そうとしています。何を見つけても無駄なのに。窓の外を見ると、ビルがドミノのように倒れています。道路はまるでスパゲッティ。海がどんどん内陸へ流れ込んでいます。遠くの山は崩れながら地滑りを起こしています。いやあ、こりゃ確かにゼリーだ。スマホはニュース速報の通知で鳴りっぱなしです。この現象は世界中で起こっているようです。しかし、巨大地震ではありません。地球の地殻が硬さを失い、バースデーケーキよりも柔らかくなってしまったのです。地球は様々な層が重なって形を作っています。それらは内核、外核、マントル、そして地殻です。私たちは普段地殻の上を歩いているのです。マントルが大きく動くと地殻がずれを起こします。それが地震の原因となります。地殻は大きく7つに分かれており、それがさらに小さなものに分かれています。今はそれが粉々になっているような状況でしょうか。世界中がまるで大きなウォーターベッドみたいになってしまったのです。エッフェル塔、ピラミッド、万里の長城、摩天楼、いろいろな橋、すべての建物が大惨事に陥ってしまいました。さて、この事件から数年が経った頃、人類はこの新たな地球の柔らかい地面に慣れていました。あなたの日々の生活は特殊な靴を履いてバランスを取ることで成り立っています。ハイヒールやスニーカーはもう使えません。このブーツには特殊な装置が備え付けられており地面にくっつきます。ヤモリが壁について歩くのと同じ原理です。揺れて動く地面の上で眠るのが新たな習慣。しかし、ウォーターベッドほど快適ではありません。ずっとひどいものです。夜中に牛乳を飲もうと立ち上がると地面が動くなんて想像したくもありませんね。キッチンへ行くまでに20回は転んでしまいます。階段を降りるのも滑り台のようなもの。コンクリート製の建物はもうありません。今人々は大きな泡のような建物の中で暮らしています。特殊な技術のおかげで泡の中の地面だけは揺れないようにすることが可能なのです。家の基礎は建物が崩れないよう地面の動きに合わせて揺れるように設計されています。食料、日用品から最新のスマホに至るまで人々はドローン輸送に頼っています。現在、空はひっきりなしに飛ぶドローンで埋め尽くされています。スポーツは考え直さなくてはなりません。バスケットボールプレイヤーはヘルメットとプロテクターを装備し、転んでも怪我をしないようにしています。転びまくるんですけどね。柔らかい地面の上でドリブルをするのはもはや不可能になっていますし、他に生き残ったスポーツはアイスホッケーでした。というより、すべての氷上スポーツがそうです。氷に十分な厚さがあれば、その下の地面が柔らかくても平気なのです。人類は泡構造に頼って移動をするようにもなりました。まるで湖に浮く巨大なボールの中をハムスターのように走って移動するのです。多くの人が地面の揺れから来る酔いには慣れてしまいました。経済は未だに輸送や貿易に頼っていますが、ほとんどが船便に変わりました。もう道路をトラックが走るということはありません。ヘリコプターは人気の方法。着陸が難点ですが、世界中の都市は浮かんだような状態で移動をしています。地上のある場所が動くには億単位の年月が必要でしたが、今では数年で場所が変わってしまいます。
オーストラリアのメルボルンに住んでいて、あと数ヶ月で南アメリカに到達するぞ、なんて考える毎日を想像すると面白いですね。まるで国そのものが巨大なクルーズ船です。かつて地球では多くの生き物が乾季に水を求めて大移動をしていました。そのサイクルももうおしまいです。海の生き物や鳥たちはあまり影響を受けていません。地面が動き続けているため、地上動物の群れは一塊になって移動することが困難になりました。適応しようとしても難しいようです。山のヤギたちは山に適応していましたが、今や地面は全部平たくなってしまっています。ブーツを履いたあなたは公園の友達のもとへ向かうことにしました。大きな泡の中に入ってですが、地面がゼリー状になったあの時、全ての工場が混乱をきたし、大気は化学薬品で汚染されてしまいました。泡の中から外には出ない方がいいでしょう。泡の車に乗って出発。地面はブヨブヨしていて安定しません。しかし公園にたどり着きましたよ。皆さんは揺れる船の上で飲食をした経験はありますか？船乗りたちは慣れていますが、我々一般人にとっては大変な作業です。しかしこの世界ではもう皆が船乗りのようなもの。熱いスープもこぼしません。友達とランチをしたあなたは少し遠出をして泡の外の世界を見てみることにしました。最初は怖かったものの、泡の車を街の外へ向かわせました。セキュリティの横を通り抜け、車を隠す場所を見つけたら外に出ます。へんてこなブーツとガスマスクを装備して、汚染された大気を吸うわけにはいきませんからね。かつて大都市だった場所にやってきました。まるで SF 映画のワンシーンです。建物が折り重なって倒れ、上で草木が生い茂っています。かつての道路は砂と化しています。あなたは割れたレンガやコンクリート、アスファルトの上を歩きました。銅像も半分地面に埋まっています。ずっと向こうに廃墟となった空港が見えます。一歩一歩気をつけて歩かねばなりません。地面が足元で波打ちます。ここへは長らく誰も来てはいないようです。町の中心部へ向かうと、倒れた建物から壊れたブロックが降ってきました。なんとか飛び抜こうとしますが、地面が揺れます。なんとかギリギリでかわしました。あなたは仲間たちと共にダウンタウンへ。あたりは水浸しになっています。建物が倒れた時に町の配管が壊れたのでしょう。家屋や会社、工場、農場からの水がすべてここに流れ込んでいます。建物の壁を伝って頂上へ。ここはまるで失われた都市アトランティスのようです。町全体が遠い昔の遺跡のように見えます。仲間の一人が不安に駆られ始めました。そろそろ泡の都市に戻るべきでしょうか。しかしあなたはこのまま進む方がいいと考えました。流木を捕まえてボートを作りました。皆でそれに乗り、町の中を漕いで進みました。水中には新たな生態系が生まれています。そしてそう遠くはない前方に半分沈んだ船の残骸を見つけました。仲間の一人が中を探検しようと言い始めました。その上に乗ると途端に水が震え始めました。船の下の地面が柔らかすぎて、ちょっとの重さで沈んでしまうようです。船に戻り、元来た道を戻ります。しかし水の下の地面が揺れ動き、建物が動き回り始めました。まるで急流下りです。しかし上から降ってくるのはコンクリート。なんとか泡の車まで戻り、皆で家に戻ることにしました。しかし出発しようと思った瞬間、気づいてしまったのです。地面が動き回ったせいで景色が変わっていることに。あなたは迷子になってしまったのです。まるで巨大な迷宮に迷い込んだかのように、道が分かりません。ずっと運転を続けますが、町はどこへ行ったのでしょう。もう分かりません。すると突然頭上から音が聞こえてきました。ヘリコプターが空を飛んでいます。あなたと仲間は降ろされた縄ばしごに捕まりました。今回は運が良かったですね。見渡す限り辺り一面雪景色。あなたと仲間が住んでいる洞窟の入り口は雪の砂漠に覆われています。みんな温まろうと焚き火の周りに集まり、この間どれほど雪が降ったかを話し合っています。鬼ごっこをしたり、棒を投げて遊んだりしている人もいます。これは30万年前にもあった遊びです。
あなたは地球で初めて歩いたホモサピエンスの一人なのです。眠ったり目を休めている人もいます。洞窟中で聞こえるのは野生動物がこそこそ動き回り、お腹がグーグー鳴る音だけです。洞窟の入り口を見てみると嵐が去ったようです。道具を持って仲間と一緒に外に出かけましょう。見渡す限りの大自然の中で、あなたは雪にまみれた木の実と食べられそうな植物を見つけました。ですが部族みんなで分けるには足りません。氷河期にはどこにも植物があまり生えませんでした。仲間の一人が雪の上に大きな足跡を見つけました。追いかけましょう。何の動物かは分かりませんが、みんなの数日分の食事にはなるでしょう。雪の積もった森の奥へ入っていくと、後ろからうなり声が聞こえました。自分のお腹の音ならいいのですが、後ろを向いて気を失ってしまいました。氷河期は氷がすべてを覆い、地球に永続的な変化をもたらしました。海面水位の上昇や下降、現在のように大陸が動いた原因の一つともなりました。現在のカナダ、スカンジナビア、ロシア、そして南米までもが分厚い一面の氷に覆われたんです。それで海水位が大きく変化し、世界中の温度が大きく下がりました。また歴史上、氷河期は1回だけでなく、主なものだけでも5回もあり、何百万年も続いたんです。現在は氷河期の一つの真っ最中にあります。でも安心してください。一日中外でケムクジャラのマンモスを探し回ったり、焚き火のそばで温まりながら寝なきゃいけないわけではありません。何もかもを凍らせるブリザードが襲ってくるってわけでもありません。氷河期には暖かい時期も時々あって、それが何万年も続いたんです。実際に10億年前、地球は生命体のいない巨大な氷の塊でした。その頃は太陽も氷を溶かすほどの力がない小さな火の玉に過ぎませんでした。ですが太陽が大きく熱くなるにつれて、地球の氷がゆっくりと溶けていき、現在のような緑と青の星になったんです。現在は4度目の260万年経ってもまだ続いている氷河期にあたります。今回の氷河期ではクジラやサメのように元気に生き残った動物もいます。長いこと食物連鎖のトップに君臨し、その下にはアシカ、魚、カワウソ、小さなプランクトンもいました。寒い陸上の哺乳類は体温を保つために分厚く毛深い毛皮を生やさなければなりませんでした。古代のマンモスやサイ、バイソンは厚い毛皮が特徴ですよね。かっこいいじゃないですか。低い木やそこらの草を何でも食べた草食動物もいました。ですが数千年前に気温が上昇し始めて以来、これらの動物は全て絶滅しました。生き残って進化を遂げたのは現在もいるゾウやカバ、サイです。目を覚ますと現在のボブキャットのような動物が目の前にいました。でももっと大きくて毛深いのです。これはスミロドン。大きくて意地悪そうなバージョンのサーベルタイガーです。大きさはオスのライオンぐらいで、2本の牙が生えています。洞窟から出るのを戸惑ってしまいそうになります。見た目は恐ろしいですが、噛む力は現在のトラやライオンほど強くないと考えられています。怒らせると巨大な前足で敵を倒すので、そっちの方が強力です。群れならマンモスさえも倒すことができるんです。どちらにしてもこの動物の横で目覚めたくはありませんね。あなたを上から見つめ、今にも飛びかかってきそうです。あなたと仲間は落ち着いてゆっくりと後ずさりします。あなたは岩を投げて注意をそらせ、逃げるといういいアイディアを思いつきました。現代ではライオンから走って逃げるのは不可能ですが、当時の人間はもっと身体能力が高かったんです。危険が去ったらみんなで食べ物探しを続けます。暗くなってきましたが、洞窟に持って帰れるものが何もありません。突然何かが燃えている匂いがしました。
遠くに細く煙が上がっています。他の集団でしょうか。あなたと仲間は顔を見合わせ、注意しながら煙に近づいていきました。ホモサピエンスが現れたのは20から30万年前です。ですが人間は突然現れたわけではありません。はるか昔、700万年前、ジャングルに住むチンパンジーの祖先を離れ、自分たちだけで生きていくことにした者たちがいました。一度だけではありません。20種類もの人類がいたのです。その何種類かが私たちの祖先で、かなり遠縁のものもいました。小さいものも暑さや寒さに適応したものもいました。いつの間にかネアンデルタール人の集団が肉を料理したり槍を尖らせたりするようになりました。ネアンデルタール人はヨーロッパに移り住んだ最初の種族です。4万年前から40万年前のことではないかと考えられています。彼らはヨーロッパとアジアのすべての地域に居住し、私たちの祖先であるホモサピエンスはその頃はまだアフリカにいました。居住地に入っていくと、その2つの違いがすぐに見て取れますよ。がっちりしていて見た目が少し違っていたんです。でも物を噛んだり噛み切ったりするための平らな歯や、大きな脳の入った大きな頭蓋骨など似たところもあります。あなたのような服も着ていました。考古学者によると、住処があって石や棒、骨で道具を作っていたそうです。彼らはあなたたちを歓迎し、住処を案内してくれました。あなたは他の人間の種族と出会ったのです。彼らは洞窟にあなたを案内し、壁画を見せてくれました。史上初のアーティストだったのです。彼らが絵を描いている場所は、スペインの洞窟など現在でも多くが残っているんですよ。鹿や大きな手形などの絵です。見たことがありますよね。装飾品も作っていました。ワシの鍵爪や動物の牙でネックレスを作ったんです。初めて火の力を役立てるようになったのもおそらく彼らです。火を発見したのは、雷が木に落ちた時か、間違って岩の上に岩を落として火花が散った時などと推測されていますが、はっきりとはしていません。火を起こすことによって温まったり、食べ物を調理したり、暗闇で物が見えるようにしたり、身を守ったりできるようになったのです。案内してもらった後、あなたはキャンプファイヤーの近くで温まっていました。彼らは家へ帰る時に着られる服もくれました。主に厚くて毛の多いマンモスの毛皮です。話ができたら素晴らしいですね。暗くなってきたので洞窟に帰らねばなりません。あなたはさよならを言い、鹿の絵の描き方を教えてくれたり、袋に入れた食べ物をくれたりしたことにお礼を言いました。氷河期は現代のホモサピエンスの進化にとって大切な時代でした。極寒の厳しい環境条件に適応して生き残り、もっと賢く創造的にならねばなりませんでした。進歩した道具を作り上げ、骨を針にして温かい服を縫うこともしました。ファッションショーを開いていたりして、気候が暖かくなってきたら、食料供給のために農業の技術を発達させ、多くが川や池など水の近くに住むようになりました。海の近くに住むことを選ぶ人々もいました。彼ら、いいえ、私たちは動物を初めて家畜化した生き物でもあります。何十万年か早送りすると現代の私たちになります。人間は1日におよそ8分間をシャワーに費やします。これは平均的な時間です。つまり60年間で約6ヶ月。さらにシャワーを浴びるだけで年間約11本のシャワージェル、もしくは30個の石鹸を使い、98面以上のフットボール状に撒くのと同じくらいの水を使用します。あなたは時間とお金をできるだけ節約するために、シャンプーを使用せず、お湯だけでシャワーを浴びることにしました。もちろん健康を維持するために、手を洗うときは石鹸を使います。いくつかの調査を行ったところ、悪臭の原因となるバクテリアの 80% はただの水で洗い流せることが分かりました。本当かなと疑いながらも、石鹸、シャワージェルもボディウォッシュもしまって眠ります。
実験1日目、いつものように目を覚まし、歯を磨き、顔を水だけで洗い、オーガニックの体臭予防剤を塗ります。7分節約できたので、その時間を使って一杯のコーヒーを楽しむことに。オフィスに到着したあなた、念のために友達のサムに匂うかどうか聞いてみます。変な顔をするサム、特に違和感はないようです。家に帰り、翌朝も石鹸を使わずにシャワーだけ浴びます。2日前に洗った髪は少しベタつき始めています。まだ大丈夫、シャワーを浴びる感覚を伸ばしてみようっと。しかし夕方になるとシャワージェルを使いたいという誘惑に襲われます。できることなら冷たいシャワーを浴びたい。とはいえ、バクテリアと戦うためには高温のお湯が必要です。ちょっとずつ熱いシャワーに慣れてきました。その夜、石鹸とボディーローションに使ってくれと懇願される夢を見ます。実験3日目、初めて髪の毛をお湯だけで洗います。まずは頭皮を刺激し、皮脂を広げます。次に毛束の毛根から毛先まで皮脂が行き渡るようになじませます。髪の毛を溶かしてからぬるま湯で洗って乾かしてみると、シャンプーした後と同じくらいさっぱりしました。しかし体の他の部分はそれほどさっぱりとは感じません。6日目、肌が油っぽいと同時に乾燥します。もうダメだ、石鹸を使おう。諦めようと思ったその瞬間、テレビが勝手につきます。番組の内容は石鹸を使わずに体を清潔に維持する方法。1世紀のローマ人は温度の異なるお風呂に2時間浸かり、体をこすったり油を塗ったりして体を洗っていたようです。17世紀のフランスの貴族にとっては、毎日着替えて手を水で洗うだけで十分だったのだとか。心理的なものなので、異なるレベルの清潔感になれる必要があると番組で説明されています。今までは清潔感といえば石鹸やボディウォッシュでしたが、今は独自の自然な匂いがそれに変わります。また石鹸を使わないからといってこすってはいけないわけではないと言っています。むしろただシャワーを浴びているだけだとバクテリアはいなくなりません。ボディタオル、スポンジ、ブラシなど自分に合ったグッズを使えば OK。 体をこすって洗うことで不要になった垢が取れます。自分自身に清潔になったと言い聞かせ、シャワーから出ます。15分後、肌の状態がものすごく良くなったのを感じます。ボディローションの広告のように肌はすべすべでツヤがあります。石鹸に含まれる化学物質は肌を乾燥させます。皮膚を保護する皮脂を取り除いてしまうので、バランスが悪くなりカサカサになるんです。水はそのバランスを取り戻すのに役立ちます。職場に到着し、またサムに匂いの変化に気づいたかどうか聞いてみます。やはりサムは何を聞かれているのか意味がわからないといった反応です。そこで現在進行中の実験について話すことにします。なるほど、そう言いながらあることを教えてくれます。まずどのような仕事に就いているのかどうかがとても重要です。例えば農場で働いていたり、庭師や建設作業員として危険な化学物質を扱い、汚れ、花粉、アレルゲンに触れる機会が多い場合は、毎日石鹸を使ってシャワーを浴びる必要があります。スポーツ選手、パーソナルトレーナー、フィットネスインストラクターも同じです。そうではない人はお湯で洗うだけ、もしくは全くシャワーを浴びなくても大丈夫なんだそう。それに現代では走る代わりに運転することが多いですよね。だからこそ昔の人ほどシャワーを浴びる必要はありません。もちろん遺伝も関係してきます。感染がより活発な人は匂いも発しやすくなります。話に参加してきた同僚のジルによると、着ている洋服も影響するそうです。ポリエステルより綿の方が通気性が優れています。また蒸れにくいので臭くなりにくいのです。ちなみにジルは1ヶ月間シャワーでは石鹸類を使っていません。彼女はいつも長袖のシャツとジーンズを着ていて、全く問題がないと言います。肌がそれほど汚れないんです。ただ
石鹸を使っても使わなくても足だけは匂うそう。でも会社では靴を履いているので誰にも気づかれないようです。シャンプーを使わず湯シャンするようになってからこれで7日が経ちました。髪がベタついてきた気がしますが、毛根が強くなっていることに気づきます。シャンプーで洗わなくなったので全ての皮脂が頭皮にとどまっているんです。すると頭皮が分泌する皮脂が適切な量になり、以前のようにすぐには髪の毛がベタつかないようになります。マッサージ、ブラッシング、湯シャンのヘアケアを続けます。実験を始めてから3週目、お風呂場に石鹸やシャンプーがなくても生活できることに気づき始めます。仕事に行ったり友達と会ったりしますが、誰も違いに気づきません。体臭はバラのような香りはしませんが、汚れた靴下のように臭くもありません。石鹸に消臭効果はなく、上っ面に香りをつけるだけ。一時的にフレッシュで清潔な香りになりますが、同じことが繰り返されるんです。そして髪の毛はかつてないほどいい感じです。しっとりとサラサラになり、髪にはツヤもコシもあります。見た目も匂いも清潔なので、シャンプーを使っていないことに誰も気づきません。今では髪を洗ってから1週間から10日後に髪がベタつき始めます。また乾きやすいのでだいぶ便利になりました。シャンプー、石鹸、シャワージェル、ボディウォッシュに使っていたお金も節約できます。何よりも時間の節約になりました。肌もこれまで以上に健康です。今後も時々石鹸を使わない期間を設けようと思います。ただし、この方法を一生続ければ、水だけでは除去できない残りの 20% のバクテリアが問題を引き起こす可能性があります。特に、蒸れやすい箇所に起こりやすいです。そのような時は水で洗うだけでは不十分なので、石鹸の代用品を使いましょう。食べ物で天然スクラブを手作りすることができますよ。オートミール、蜂蜜、プレーンヨーグルト、もしくはアボカドオイル、蜂蜜、砂糖はよく混ざります。ただし、顔の皮膚は繊細なので顔には使用しないでください。汚れや角質を落とすオイルクレンジングを使ってみるのもおすすめです。シャワーを浴びる前につければ油分のバランスが崩れることはありません。抗菌作用があるシナモンとクローブのオイルもおすすめです。蜂蜜は体を健康に保ち、バクテリアの増殖を防ぎます。蜂蜜だけで天然クレンザーとして使えます。リンゴは肌を清潔にしてくれる優れた天然化粧水です。石鹸を使いたい場合はなるべく自然なものを選びましょう。グリセリンが含まれているかどうかを確認するのがおすすめです。これは植物ベースのクレンザーで、肌の自然な保護バリアに有効な水分を保ちます。シアバターとココナッツバターは低刺激の石鹸に使用されています。レモン、ローズ、ラベンダー、シダーウッドのオイルの香りはヘルシーな石鹸によく加えられます。ココナッツとアーモンドオイルも素晴らしい保湿剤です。これらはすべて美しい肌を保つのにおすすめです。海が真っ赤です。もっと間近で見るために近づこうとするあなた。でもまるでオーブンに手を入れている時のように空気がどんどん熱くなるのを感じます。砂も熱いのでゴム製の靴が溶け始めています。海はどういうわけか蒸し暑いネバネバした溶岩に変わりました。内陸を走り始めるあなた。そこでは人々が狂ったかのように走る姿を目にします。しかし実際には溶岩は地表の下にある岩石が溶けたものなんです。地球の奥深く、ちょうどニューヨークとフィラデルフィアの距離ほどの深さの場所で、太陽がアイスクリームを溶かすように地下熱が岩を溶かします。これらの岩が溶けるとき、温度はおよそ1200度に達する可能性があるんです。心配しなくても大丈夫ですよ。それは地下深く、特定の地域、主に大西洋周辺でのみ発生しますからね。通常、火山の首から噴出するネバネバしたオレンジ色の超高温の液体である溶岩が表面に流れ出るほどの圧力がかかった時にのみ地面から飛び出します。
でもどういうわけか今では海全体が溶岩でできています。遠くから見るとその光景は素晴らしいですが、実際にはとても危険。まず美しい青い波と海流に別れを告げなければなりません。水と異なり溶岩は厚くクリーミーなピーナッツバターに近い感触なので、風は溶岩を動かすことができません。それは何かが沈んだり泳いだりできないことを意味します。たとえその超高温に耐えられる海洋生物がいたとしても生存することはできないでしょう。密度によりますが水没するか表面に浮くことになります。海を故郷と呼んでいた生物たちは生き残るためにも別の水域を見つけなければなりません。実際この惑星で溶岩の熱に耐えられる可能性があるのはクマムシだけ。この見た目が可愛い微視的な生き物は地球上のどんな過酷な環境でも生き残ることができます。凍った氷河から高温の燃え盛る火山まで、宇宙空間の中、宇宙船の下でさえ生き残ることができます。あなたは近くにいる人たちと一緒にビーチから逃げます。大気がどんどん濃くなってきているので周りがよく見えません。はあ、家にいるべきだった、そう思ったあなた。しかし家も安全とは言えないのです。全ての溶岩から放射される熱は数キロ先の地域にまで影響を与えます。海沿いの家やビーチリゾートはもうありません。海からできるだけ遠くに住む必要があるんです。沿岸都市のほとんどは住むことができなくなります。複数の側面で海に接している地域は特に危険。フロリダ、カリフォルニア、中央アメリカのような場所は間違いなく耐えられない場所となるでしょう。島での生活は言うまでもありません。ほとんどの島は動物や植物が生き残れないくらい暑くなるのですから。地球の 97% は海水でできていますが、現在では全て溶岩です。地球は光り輝くオレンジ色の溶岩球のように見えるので、地球上のどの場所も雪を保持することはできません。気温は高くなる一方で、海岸から最も遠い場所や最高峰でさえ砂漠にいるかのように感じます。海から逃げ続けるあなた、お願いだから夢であってほしい。でも肌が真っ赤になっています。どんなに走っても熱から逃れることはできません。海の真ん中にある海底石油掘削装置と船も多くの問題に直面します。その金属成分は高温の溶岩に触れると赤く光り、瞬時に溶けてしまうのです。溶けていないとしてもそこに誰も乗っていないことを祈るしかありません。まあでもそのような緊急事態には全員を避難させているはずですからね。一方、地球上で最も寒い北極と南極では海を覆っていた全ての氷が溶岩と接触することで溶け始めています。その後冷却され固化し、火成岩と呼ばれる岩の多い黒い陸塊になるのです。多くの場合これはガラスのような質感を持ちます。厚い溶岩が冷えるとすぐに酸性の蒸気とガスの巨大な雲が空中に放出され空を覆います。科学者はそれらを英語でレイズと呼びます。溶岩の意味を持つレイズとモヤという意味のヘイズを組み合わせた言葉です。それはまるでシャワーを出した時に全ての熱が冷たい外気と接触し、もやっとした霞が発生するようなもの。ただレイズの場合は北極と南極全体を覆い非常に有毒なのです。非常に危険な小さなガラス粒子が含まれていることもあります。さらにレイズは強風を受けることにより世界に渡り北半球のほぼ全体を覆うことができるんです。加えてニュージーランド南部、アルゼンチン、南アフリカ、オーストラリアも覆います。このガスの中を飛行機が飛ぶことはできません。溶岩から放出される熱は機体の外部に大きな損傷を与え、内部にも影響を与えることになるからです。さて、酸素ボンベを見つけたあなた、この時点であなたは空気を吸うことができません。あなたはどうにか車までたどり着き、できるだけ早く運転します。しかし車でさえダメージを受けてしまったのです。まだ溶岩の影響を受けていない田舎の方に向かうことにしました。
しかしここでも気温は変化しつつあります。毎週のハイキングで訪れていた川は干上がり、周りの植物は緑豊かさを失ってしまっています。そして周りの動物たちはすでに別の場所に移動したようです。海に流れ込む川はガラス質の火成岩が接触することで山となり、永久的な自然ダムを作ります。池や湖のような内陸部の残りの水は時間が経てばやがて蒸発することになります。気温が上昇し雨も降らないので地球上で水を見ることはなくなるでしょう。巨大な海水は雲や降雨を生み出すのに大きな役割を果たします。大気中に水がなければ太陽の熱が溶岩に加えられることになるのです。世界は巨大な不毛の荒れ地になることでしょう。夜間の気温が上昇し、日中はさらにその気温が上がります。それでも溶岩は冷たい空気に触れるとやがて冷えていきます。そのため地球の表面は黒い地殻の薄い層を形成し始め、何年にもわたって徐々に熱くなるのです。溶岩が分厚いほど完全に内部が冷えるまでに時間がかかります。超高温であることに変わりはありませんが、少なくともその表面に触れれば燃え盛る溶岩に直接触れることにはならないでしょう。実際に島はこうやって作られてきたんですよ。例えばハワイ諸島は数十万年にわたり乾燥した海面下から噴出する溶岩により形成されたんです。海の下で固まった溶岩の層が積み重なり表面に上昇し島や山を作るんです。今でも活火山はハワイに新しい陸地を形成しています。科学者たちは1万年後には完全に形成された新しい島になると期待しているようです。青い海は蒸気を帯びたオレンジ色のスライムに変わり、やがて真っ黒な荒れ地へと変わっていくのです。しかし海の上を簡単に歩くことはできません。完全に冷えて固い岩になるまでには数百年かかる可能性があるんです。それまでは表面のみが乾いた溶岩の地殻の上を歩くことになります。それは凍った湖の上を歩いているようなもの。ただし今回の場合、一歩間違えると水ではなく沸騰している熱い溶岩に落ちることになります。一部の地域では完全に固まるまで数千年かかることさえあるんです。海の最深部であるマリアナ海溝の深さはなんと約 13km もあります。その量の溶岩が完全に冷えるには実際には少なくとも5000年かかることでしょう。いわゆる溶岩惑星といえる惑星はたくさんあります。近年発見された惑星 K2-14-1b にはマグマの海があり、時速 482km の超音速の風が吹き荒れ、さらには岩の雨が降るそうです。この惑星はとても熱いので岩を蒸発させて雨を降らせるんです。地球よりも断然太陽に近いので、もしかしたら一晩で海が溶岩に変わったのかもしれませんね。ご覧ください、遠い未来です。人類は無事に火星と月の植民地化に成功。地球における人口過剰と飢えの問題は解決しました。しかしすぐに新たな脅威が我々の惑星たち月を襲うことになるでしょう。さて未来の科学者たちは150年以内に太陽が爆発し太陽系を破壊してしまうということを発見しました。残念ですね。巨大な宇宙船を作って全員を避難させる時間は十分にありますが、 SF チックな宇宙ワープのような技術を生み出す時間はありません。潜在的に居住可能な惑星はすでに発見しているのですが、最も近い惑星でも数百万年の距離にあります。しかし他に選択肢はありません。人類は巨大な宇宙船へと逃げ込み、永遠に続く長い旅へと出ます。数十年が経過、我々は太陽系を去り太陽の爆発を目撃します。巨大な閃光、これまでです。もう光は存在しません。あるのは小さな遠くの星と永遠に続く宇宙の闇。すべての宇宙船は自動運転モードになっているので、何が起こっても軌道を外れることはありません。宇宙船に乗船している全員が消えたとしても、宇宙船だけは予定通りに目的地へと到着します。
まあ良い面といえば、人間はさらに数百万年生きられるということでしょうか。悪い面は、長い時間をかけて宇宙を移動したため、進化により我々の見た目がすっかり変わってしまったということ。新たな惑星に到着する宇宙船に搭乗しているのは、金属の外骨格を身にまとった形の定まらない鼓動するバイオマスたちです。さて、状況を詳しく見てみましょう。宇宙を移動する間に骨と筋肉が弱まります。重力が存在しないため、きちんと形を保つための圧力がかからないのです。国際宇宙ステーションの宇宙飛行士たちは、筋肉の低下を防ぐためにたくさんの運動を行います。さて、本題に戻りましょうか。どんな宇宙船にも、ジムと重力を再現する特別な機械が備わっています。しかし、エネルギーを節約するために、毎日数時間ほどしか電源が入っていません。残念ながら、人間がどんなに激しく運動をしたとしても、宇宙では十分ではないでしょう。はじめの数百年で人間の骨は脆弱になり、荒っぽいことをしなくてもすぐに怪我につながってしまうのです。さらに数百年が過ぎると、我々人間は二足歩行する能力を失います。しかし、これは骨の脆弱化だけが原因ではありません。無重力状態で長い時間を過ごしたため、人間の体はすでに大幅に変化してしまったのです。人類がバランス感覚を失ってしまったことは大問題ですよね。立ち上がろうとすると、ただ倒れ込んでしまうことでしょう。宇宙船の船長たちは重力マシーンを解体します。効果が大してないためです。船上のすべてのワークアウトの機材はかなり前に解体され、宇宙船の予備パーツとして使用されています。重力の不在により、肉体的に脆弱になるだけではなく、人類の身長が伸びていくでしょう。背骨の安定のためには重力が必要です。現在では椎間板が伸びきってしまっているのです。人類は風船のおもちゃのような形に変化します。全員に機械アームとレッグが与えられました。装着したら動いてみましょう。エンジンの点検、寝室の掃除、宇宙へのゴミ捨て、物を持ち上げるなどなど、機械アームとレッグがなければどれも実現しません。時が経つにつれ、人類はより体の自由が効かなくなっていきます。幸い、機械ボディースーツの技術はますます進化を遂げます。太陽が爆発して以来、人間の目は苦戦を強いられています。宇宙船内では、太陽の代わりにビタミン D 源にもなる人工照明を使用。全体的に光の量が少ないため、人間の瞳孔が肥大します。さらに数百年が経過すると、視力が低下し始めます。しかし、この問題は技術によって解決が可能。人工レンズによって光を拡大すれば、人類が完全に失明することはないでしょう。宇宙船は毎日欠かさず消毒されます。それにより、バクテリアや微生物の増殖を防ぐことができるのです。つまり、人間の免疫系は病気と戦う必要がないということ。すぐに人間はどんな病気に対しても無防備になります。ちょっとした風邪でも深刻な影響が出るでしょう。船内には細菌が存在しないため、差し当たり問題はありません。しかし、船外に出たらどうなるのでしょうか。宇宙船内では、特別な温室の中で水と紫外線ライトを使い、何百もの植物を育てています。植物は酸素を排出し、宇宙船に行き渡らせています。もちろん、何百万人に十分な量の酸素ではありませんが、人類たちにとっては、後に残してきた地球を思い出すきっかけになります。宇宙船で数百年生活した人類は、新しい環境に適応し、ほぼ呼吸をしなくなりました。ほとんど完全に肺がなくなり、人間は水、液体酸素タンクなど別の方法で酸素を取り入れるように進化するのです。つまり、完全に新しい種に変貌しつつあるということ。しかし、悪いことばかりではありません。遺伝子工学は年々進化しています。本格的な生命維持スーツが開発されました。動き、体力、速度、視力、聴力、発話まで全てをサポートしてくれます。人類の発声能力が弱まり、声はほぼ小声のようにしか聞こえません。幸いにも、スーツには内蔵マイクとスピーカーが搭載されています。もはや固形の食べ物は必要ありません。特別に作られた液体で十分だからです。宇宙で長い期間を過ごし、人類の胃はすでに物を消化できなくなっています。
一つかみ分のピーナッツかクラッカーはいかがですか？そんなものは忘れましょう。はじめ宇宙食には様々な味が用意されていましたが、時が経つにつれ人々は食べ物の味を忘れていきます。最終的には食品に味を加えるのをやめました。この新しい味なし食品のおかげで舌の受容器官が機能しなくなります。すぐに人類は味覚を完全に失ってしまうでしょう。一部の人にとってこのような人生は耐え難いかもしれませんね。しかし選択肢はあります。低温貯蔵カプセルの中で数百万年をやり過ごせば良いのです。宇宙船が新たな惑星にたどり着いたところで解凍をすれば OK。 ただこれだけ長期間冷凍保存されていることにはかなりのリスクが伴います。宇宙船が巨大な隕石に衝突しないという保証はどこにもないのです。人類は新たなアプローチを取り始めました。自分たちの意識を中央コンピューターにアップロードし始めたのです。より安全かつ使用電力が少なくて済みます。目覚めたい時は新たな改造人間スーツに意識をダウンロードするだけです。一部の人はそのまま普通の生活を送る決断をしました。数千年、数百万年と時が経ちます。人類の見た目は大幅に変わってしまいました。死体は機械で、着用している外骨格は脳によって操作されています。何千年と過ぎゆく中で腕、首、足、背骨がどんどん小さくなっていくでしょう。脆弱な骨は徐々に溶けてなくなります。目、鼻、口も消えます。脳はもはや頭蓋骨に守られておらず、柔らかい皮膚に覆われています。残っているのは意識のみ。近年の人類は脳が入った脈動する小さな袋が制御する強力なハイテクロボでしかありません。人間が地球を去ってから数百万年が経過しました。人類が重力の存在する惑星で生まれたことを宇宙船の乗客は誰一人覚えていません。地球での生活の歴史は神話、古代の伝説と化していきます。人々は宇宙船を自分たちのホームと信じています。今までずっとそうだったのです。そのため最終的に目的地に到着しても誰一人外へ出て歩き回ろうとする人はいません。新たな未開の惑星での生活は宇宙スーツを着用しているとかなり不便。重力、空気、バクテリア、このような新たな環境に慣れるためには数千年の進化が必要でしょう。幸い人類には技術という特別な秘密兵器があります。この時点で全ての人類は中央コンピューターから新たなロボットスーツへとダウンロードされます。人類は決断を迫られました。宇宙船を降りてこの惑星を新たなホームとするか、宇宙船での生活を続けるか。宇宙船に残ることを決めた人たちは銀河を探索し、新たな世界を探すべく宇宙の彼方へと旅立っていきました。新たな惑星に残った人たちは新しい環境に適応していかなければなりません。地球とはかなり異なる環境です。異なる空気密度、天候、新しい変わった化学物質、脳ロボット人間たちが新たな形へと進化するまで数百万年を要するでしょう。いつの日か遠くの人類の子孫が人類の起源を探ろうと考えるはずです。そのうち宇宙と時空を超える宇宙船を開発することでしょう。研究が進めば遠い過去である地球の現在に行き着くことができるはずです。突拍子もない話に思えるかもしれませんが、明日自分の裏庭に宇宙船が着陸して未来からの子孫だと主張する人たちが現れたと想像してみてください。宇宙船に残った人たちは新たな惑星を発見し、そこに定住するかもしれません。彼らの体も変化し、環境に適応していきます。数十億年もすれば宇宙には共通の過去を持つ様々な生き物で溢れかえるでしょう。かつては皆人類だったという共通の過去です。今日は沼でボートに乗るのに絶好の日ですが、蚊が多くて大変です。沼の奥に進めば進むほどなぜか蚊のサイズも大きくなります。最初は目に見えないほど小さかったのに、親指くらいの大きさの蚊まで出てきました。通り過ぎるたびにブーンという音が聞こえてきます。なぜ巨大化したのかを調べるためにさらに奥に進んでみました。すると今度は手と同じくらいの大きさの蚊の巨大な群れが飛び交っているのが見えます。
こっちに気づいたようで群れになって飛んできます。慌てて枝を手に取って叩き落としました。ボートに戻って逃げようとしても後をつけてきて、数匹はもう肌に乗っています。慌てて叩き落としていると、今度はどこからともなくバスケットボールのサイズの蚊が出現。ボートにたどり着いたらすぐにエンジンをかけて本土に向かって急ぎました。ところがいざ本土に到着しても、町は巨大な蚊のせいでパニック状態で、人々は狂乱の中で逃げまくっています。中には大型犬と同じくらい巨大な蚊もいます。人々はピクニックテーブルの下に隠れたり、車に戻って走り去っていきます。ボートを降りて数十人の人々と一緒に最寄りのスーパーに向かいました。従業員は入り口を閉じましたが、大きなガラスドアの外では蚊が増えていくのが見えます。蚊はどんどん巨大化し、車サイズのものまで出てきました。とても力が強く、車の上に止まっただけで潰れてしまいました。中にいる人たちは恐怖で身をかがめています。蚊に気づかれないようにみんなを落ち着かせようとしました。蚊が窓ガラスに止まり始め、中が暗くなってしまいました。テレビのボリュームを上げるとニュース速報が聞こえてきます。蚊の大群が大陸中で大発生し、天然資源を破壊し、都市にまで侵入しています。最新情報を入手するまで屋内で待機してください。蚊は人々が店内に隠れていることに気づき、無理やり入り込もうとしています。車サイズの蚊が空を飛び回っていますが、地上で起こっていることに気づいていないようです。その時、奥の部屋から音が聞こえてきます。どうやら従業員がドアをロックし忘れたようです。巨大な蚊が中に入り込み、すべてをなぎ倒していきます。人々はパニックに陥っていろんなものを投げつけています。消火器をスプレーして奥の部屋に追い払おうとしている人々もいます。従業員はこれ以上蚊が入らないようにドアを閉めた後、棚でバリケードを作っています。緊張しながらテレビをつけると、生中継で巨大な蚊が飛び交っている様子が放送されています。蚊が飛び回っているのでヘリコプターは着陸せざるを得ません。後ろのドアの近くで蚊が飛んでいる音が聞こえ、震え上がりました。数時間後にはさらに大量の蚊が出現。外には人っ子一人いません。近代的デザインの街は巨大な蚊によってそのほとんどを破壊されてしまいました。店の中には店内の食料を食べ始める人や眠っている人もいます。その時、生中継のニュース速報が中断され、走行バスがピクニック広場の近くに人々を迎えに行く準備をしているという報道がありました。でも危険地帯には近づかないとのことなので、バスに乗るためには2時間以内に高速道路にたどり着かなければなりません。人々が家族に電話をしようとしても、すでに電波塔が破壊されているのでかけることができません。しかも唯一あった固定電話は先ほど侵入した蚊によって破壊されています。人々はその場に留まるべきか行くべきか言い合っています。空を飛ぶ多くの蚊のせいで日光も遮断され始めています。人々は店を出てバスに乗るグループと、その場に留まるグループの2つに分かれました。従業員は高速道路に早くたどり着ける裏道を知っています。しかし問題は、徒歩だと約20分かかってしまう上、使える車がありません。まずは正面の入り口から脱出し、ゴミ箱の後ろにある森を通り抜けなければなりません。そして下水道を通り、建物の中に入れば高速道路の近くにある湖につながっているということでした。店を出るグループが出発することになり、そのための物資を準備しています。時間が経つにつれ、空を覆っている蚊がどんどん増えていきます。彼らはその場にあるもので身を守るための準備をしました。蚊は人間が吐き出す二酸化炭素に引きつけられますが、スーパーから二酸化炭素が出ていることに気づいたのです。全員の準備ができたら、即席の松明を用意して火を灯しました。松明を燃やし続けるためにバーベキュー用の燃料も持っていきます。そして彼らと一緒に脱出する時間が来ました。まずドアを開けてゴミ箱の後ろに隠れました。蚊の群れが攻撃しようとしましたが、松明の煙で撃退しました。さらに多くの蚊が集まってきています。ほとんどの人はゴミ箱から他の建物にたどり着くことができず、店内に戻りました。残った数人と一緒に建物にたどり着くと、鍵がかかっていてドアを壊すこともできません。次の手は窓ガラスを割って中に入り込むというものでした。石を投げつけて窓を割るのです。
でも問題は、カモ内部に侵入できるということです。他に方法が残されていなかったので、建物の地下室を通り抜けていくと、下水道の入り口を発見。大成功です。皆で下水道へと降りていきました。ここには蚊はおらず、ドブネズミばかり。下水道を膝まで使って進んでいけば、数分で川に着くはずです。でも下水道は直接湖にはつながっておらず、他の場所にたどり着いてしまいました。そのためそのまま出口に向かっていくことにします。そこから出ると沼の近くの下水が流れ込むマンホールにたどり着きました。高速道路にはまだかなり遠いのに、もうあまり時間が残っていません。蚊の大群が空を飛び交っていますが、自分たちのことは気にしていないようです。ふと猫のサイズの生き物が水に浮かんでいることに気がつきました。なんと蚊の幼虫である巨大なボウフラがこっちに近づいてきます。全員岸に向かって全力で泳ぎ始めました。空から巨大な蚊が急降下してきましたが、捕まらずに逃げ切ることができました。なんとか巨大な蚊が入ることができない沼地へたどり着きました。全員枝で厳重に身を守っています。走行バスが到着するまであと15分。ここには蚊が来ないので隠れ場所にぴったりです。真夜中になっているのにバスは現れず、さらに3時間待ってもダメでした。蚊はそこら中にいるので、茂みの中で隠れるのにも限界があります。しばらくするとエンジンの轟音が聞こえ、高速道路の向こうにライトが点滅しているのが見えました。みんなで立ち上がってバスに向かって走りたくなりましたが、蚊の注意を引かないように気をつけなければなりません。そのため自分が静かにバスを止めることにしました。そうすれば他の人も気づかれずにたどり着けます。枝を動かし、木の皮をまたぎながら高速道路へ向かいました。呼吸音を聞かれないように息を殺して進まなければなりません。どうにか高速道路にたどり着いたので、腕を振ってバスを止めました。ドアが開いたので他の人に出てくるように合図しました。そしてなんとか全員無事にバスの中へ避難することができました。そのうちにバスに気づいた蚊が攻撃してきましたが、走行に守られているので大丈夫です。バスが道路に沿って他の人々を探していると、突然巨大な蚊が出現。バスが止まると目の前に立ちはだかるのはボーイング747サイズの蚊。でも蚊が攻撃を開始しようとした瞬間、バスは足の間を走り抜けました。蚊が追ってきてバスに飛び乗ろうとしましたが、山の向こうに続くトンネルに入ることに成功。それから数分後、火も建物もない場所へ到着しました。バスは障害物を避けながらスピードを出し続けています。しばらくすると最初に避難していたスーパーの近くにいることに気づきました。バスは中に隠れている人々を全員乗り込ませるためにドアを開きました。その後救援隊員から全世界が巨大な虫たちに襲われていることを聞きました。さらに進んでいくと2つの頭とサソリの尾を持つ新種の蚊を発見。自由の女神と同じくらいの高さがあり、今にも襲ってきそうです。蚊に突然変異をもたらした原因となるものが、新種や突然変異体を作り出しているのでしょう。せっかく素晴らしい月曜日になると思っていたのに。1日目、細かく強力な揺れによってイタリアのナポリの街が揺さぶられています。そしてニュースもこの地震のことを報道しています。専門家たちはナポリ湾の成層火山であるベスビオ山が間もなく噴火すると言っていますが、一体いつ起こるのでしょう。この火山は過去に何度も噴火しています。実際現在の形になったのもそれが理由です。溶岩や軽石、火山灰が何層も重なってできているんです。ベスビオ山が最後に噴火したのは1944年のこと。でも大噴火を起こしたのは約2000年前の話。この噴火は古代ローマの町であるポンペイとヘルクラネウムを埋め尽くし、周辺地域を破壊しました。現在300万人が火山から30キロ以内に居住し、60万人が危険地域に住んでいます。歴史上大規模な噴火は長い休止期間の後、数千年ごとに発生しています。ここで懸念されているのは、ベスビオ山の噴火が長期間発生していないということなのです。今日ではベスビオ山天文台が火山を監視しています。地震観測所と高密度 GPS アレイと衛星によるレーダーを使って地面の動きを測定中。
さらに火山から噴出されるガスに含まれる化学物質をテストするための特別な装置も装備されているんです。これらの設備は専門家が噴火を予測するために使用されています。でも本当に噴火するのでしょうか？現在マグマは地表から10キロ以上離れた距離にあります。昨日までは安全だと思われていましたが、今にもかなり悪化しそうな状態なんです。3日目、揺れが再度発生し、ローカルマグニチュードで3を記録しました。火山の近郊に設置されている機器は全て作動し始めています。そしてマグマも上昇し始めました。まだ表面まで届いていませんが、ベスビオ山は間違いなく活動を活発化しています。午後にはさらに2回の揺れが発生。この揺れは普通の地震のものとは違うので、地質学者たちは地震計の表示に違いを発見しています。火山性地震の場合、ローカルマグニチュードでは4から5低めに記録されるのです。そして専門家たちは、火山が噴火するまでほんの数日から数週間しかないということを確信したのです。一部の火山は噴火する前、数ヶ月から数年間活動を活発化させることがあります。でもベスビオ山の場合は訳が違うのです。4日目、地割れが発生し始め、まるで地面に閉じ込められていた巨大な生物が空気を求めて必死に脱出しようとしているかに見えます。そして小さな亀裂からは蒸気が噴き出し始めました。地域によってはかなり熱くなっているところもあります。それらの場所へ行くとオーブンに入っているような感じがし、息苦しくなってしまいます。羊たちの中には山に近づきすぎて気絶したものも。そしてそれを見ていた農夫は熱ではなくガスによって倒れそうになってしまいました。二酸化炭素と硫化水素が大気中に放出されています。それにより火山の周囲は全体的に腐った卵のような匂いが漂っており、森の動物も移動し始めることに。近郊の森は何日もの間土からこれらのガスを吸収しているので茶色になり始めてしまいました。そしてこの地域の二酸化炭素のレベルは急上昇し続けており、検出器も鳴り続けています。6日目、揺れがさらに頻繁になってきました。火山を観測しているベスビオ山天文台の専門家たちは、地震の原因が上昇し続けているマグマによるものだと語っています。数時間後、全国的な緊急警報が発令されました。火山が噴火する前に地元の数千人の人々が避難するための期間は約15日ほどしか残されていません。危険地帯に居住している60万人の人々はスーツケースを詰め、車やトラックに乗り込んでいます。そして至る所で混乱が発生。でも中にはそのような状況下でも何もせずにじっと立ち尽くしている人たちがいます。何が起こっているのか理解できず、周りを見回しながら呆然としているのです。何人かは自分たちの家の写真を撮っています。そしてソーシャルメディアで混乱の状況をストリーミングしている人も。高齢者の中には外に出て最後にもう一度自分の家を眺めている人もいます。情報が全ての単なる誤報であることを願っているようです。でも噴火は過去にも発生しているのでどうなるのかは分かりません。7日目、昨夜は多くの人にとって眠れない夜でした。地元の人々のほとんどはすでに町を去っています。他の町から来た親切な人々が住民を早めに避難させるために手伝いをしています。大規模な交通渋滞になっていますが、それは誰もが予想していたこと。そのために人々は早く避難を開始したのです。フェリーも電車もバスも避難者を受け入れるために通常の運行を休止しました。誰もが遅れずに安全に避難できるように厳しいスケジュールで運行を行っています。中には避難することを拒む人々もいましたが、結局隣人によって説得され避難することを決意したようです。住民の全員を避難させるためには7日かかります。そしてこれらの人々は近くの安全な地域に移動するだけでなく、国中の地域に移動することになるでしょう。10日目、現在住民の半数以上が危険区域から避難し終わりました。ものすごい混乱の後、沈黙が訪れ、その静けさの中に揺れによる不気味な轟音が響いています。
動物も避難させようとする動きもあります。多くの人々は森でできるだけ多くの動物を探し救おうとしているのです。16日目、危険区域にあたる25の町すべての避難が終了し、一っ子一人いません。火山は噴火する準備をしている圧力鍋であるかのように、その揺れがますます強くなっています。そして山頂の巨大な噴火口と側面の通気口から白い煙が立ち上っています。溶けた岩が表面に向かって移動し、食べ物を茹でている時のように加圧されたガスが泡になっています。いきなり大きな爆発音が聞こえ、噴火が起こりました。それは何千キロ先にも聞こえるほどの大音量で、イタリア全土で衝撃波が感じられるほど。そして多くの火山岩が岩に向かって噴出されました。黒く巨大なキノコ雲が形成され、空に広がっていくのが見えます。鳥たちは巣を捨てて巨大な群れとなって飛び去っていきます。真っ赤な溶岩が噴水のように火山から吹き出ています。そして山を下り始め、目の前にあるものを全て飲み込み破壊していきます。さらに火砕流による地滑りが発生し、円錐形の山の一部が崩れ落ち、何百万トンもの土や岩が火山の側面に崩れ落ちていきました。溶岩は斜面に広がり、ゆっくりと森や農地に流れ込んでいきます。火山灰や軽石や岩などが噴煙によって空高く舞い上がっていくのがローマからでも見えます。そして地面に向かって落下し始めました。最初に降ってきたのは火山灰で、その後岩の塊が落下してきました。大気中に含まれた灰は相当濃く、呼吸するのも困難です。溶岩はゆっくりと地域全体に広がり、森林を焼き尽くしていきます。近くの町は全て暗闇と煙に包まれてしまいました。建物は崩壊し、あたりは車よりも早く移動している高熱の有毒ガスと岩の混合物に飲み込まれることに。さらに岩や火山灰が火山から何キロも離れた位置に落下し、車にぶつかって屋根を破壊しています。溶岩が流れ続け、空は真っ暗になっています。近郊の町はゆっくりと溶岩に飲み込まれ、跡形もなく消えてしまいました。一部の溶岩は海に向かって流れ、海岸に達した場所は白く巨大な蒸気に覆われており、マグマが黒く変色していきます。そしてベスビオ山の斜面には奇妙なネオンブルーの炎が現れ始めました。これは硫酸ガスの燃焼によって引き起こされたものです。火山の表面の亀裂から高圧で噴き出しており、空気に触れて発火しているのです。そしてこの青い炎の高さは約5メートル。現在近郊を飛行する全てのフライトがキャンセルされ、多くの飛行機が目的地に到達するためにコースの変更を余儀なくされています。全国的な緊急警報以来、飛行機が火山の上空を飛ぶことは許可されていません。火山灰による雲はジェットエンジンやその他の飛行機の部品に損傷を与える可能性がありますからね。その上、水も火山灰により汚染されていて、信じられないほどの悪臭がします。マグマはほんのわずかな時間で街全体を消滅させてしまいました。高層ビルでさえ屋根の部分しか見えません。巨大な噴火の後は静かで小さめの噴火が何度か起こったようです。この時点では火山の噴火が完全に終了したかどうかはまだ分かっておらず、近郊には絶対に近づけません。10年後、ポンペイの古代遺跡を含む危険区域のほとんどの地域は硬化して未だに暖かい溶岩の下に消えてしまいました。噴火のことを忘れ始めた人もいます。そして他の地域で新しい生活を始めた人々もいれば、自分の家が破壊されてしまったことを考えたがらない人々もいます。でも中には自分のふるさとに戻ることを待ち望んでいる人たちもいます。100年後、あなたは火山灰による荒れ地を眺めながら歩いていました。すると突然、自分の曽祖父の町の上にいることに気づいたのです。もちろん全ては固まった溶岩によって飲み込まれています。でもその下には多くのものが未だに時間が完全に止まった状態で保存されているのです。何百万年もの昔、今現在砂漠になっている場所は海でした。そんな砂漠が一瞬で海になったら、かつて砂漠だった場所が水で満たされたら、地球上の生命は大きな変化を遂げることになります。
真下からの強い空気を受けると、砂はまるで液体のような挙動を取ります。空気が砂粒同士の摩擦を消し、空間を生み出すのです。するとそれぞれの粒は、まるで液体であるかのように自由に動き出すのです。地球の近くに下から強風を吹き上げる穴が開いたとしたら、砂漠はすべて流砂となって奈落へと流れていくことになります。エジプトのピラミッドやスフィンクスも沈むでしょう。砂の上に立つ大都市も消えてしまいます。サハラ砂漠は泡立つ大鍋のような姿になります。ラクダの大将はそのままドボン。でも動物に危害は及びません。流砂の中は酸素が豊富に含まれているので、彼らは泳ぐことができます。では、世界中の砂が突然水に変わったら、突如としてそのようなことが起こってしまったら、世界中のビーチを危険が襲います。とある海辺のリゾートでエアマットレスに乗って日光浴をするご自分の姿を想像してみてください。サングラスをかけて、足の裏は寄せて返す波にくすぐられて、海鳥は頭の上で鳴いているし、手の中にはアイスティーのグラス。最高の休暇です。しかし突然、そのマットレスが動き出します。体に波が叩きつけてきます。サングラスを急いで外すと、さあ大変。あなたは大海原の真っ只中にいるのです。ビーチすべてが海に変わってしまいました。海は車が行き交い、家が建つ場所まで続いています。あなたは周りで日光浴を楽しんでいたはずのその他の観光客を助け、マットレスの上に引き上げてやりました。新しく海岸線となった場所まで泳いだら、家に帰ってテレビをつけることに。どうやら世界中で同様の事件が起こっているようです。何百何千というビーチが水浸しになってしまいました。水が街の通りや家を溢れさせています。人々は恐怖に駆られています。家を置き去りにする者、サーフボードを取り出して波に乗る者、世界中で慌ててビーチで起こる洪水を何とかしようとする間、5つ目の海が地球上に現れようとしていました。あなたは飛行機に飛び乗り、世界で最大の砂漠だった場所の上を通り過ぎました。サハラ砂漠の面積は950万平方キロメートル。ほぼアメリカ合衆国と広さが変わりません。何十億トンという砂が一瞬で水に変わったのです。水は一気に溢れ出し始めました。砂で暮らしていたトビネズミやサソリ、コブラ、その他の生き物は地球上から姿を消しました。近隣諸国は洪水で破壊的な被害を受けました。新たな海は地中海、紅海、ティレニア海をつなぎ、世界全体の海位が上昇したため、ほとんどの島国の人口は大陸への避難を余儀なくされました。沿岸部の都市では人々がカフェなどで贅沢に楽しんでいます。日光浴をする者、木陰で涼む者など様々です。しかしそこに突風が吹き、地上に影が差しました。人々が首をかしげてそれを眺めていると、その影が大きくなっていきました。顔を上げてみると、岸めがけて巨大津波が襲いかかってきています。砂漠にあった国はさらに深刻な打撃を受けています。洪水の打撃を真っ向から受け、小さな列島へと変わってしまったのです。港は何度も巨大な波の被害を受けることとなりました。世界で最も暑いと言われていた場所が海になってしまいました。もともとが熱い砂であった水は沸騰寸前の温度。蒸発するのも早く巨大な雨雲が生まれました。湿度が急激に高まったため気圧にも変化が起こり、強風が吹き荒れるようになりました。生まれた雲は世界中へと風の力で移動していきました。長い雨が世界中で始まり、すべてを水浸しにしていきました。水は世界の海へ降り注ぎ、冷えていきました。世界で最も暑い場所の気温が下がりました。気温の変化によって竜巻やハリケーンが生まれ、世界中あらゆる場所で被害を生み出し始めました。地球の形が変わってしまいました。新たな海、湖、河川が世界中に生まれました。かつて地球の 70% を覆っていた海は
今や 90% を覆っています。幸運にもこの大災害は長続きしませんでした。砂は陸地の多くを覆ってはいましたが、深さはそれほどではありません。海の深さは砂漠の砂の深さに比べれば何百倍にも上ります。砂の深さが10センチメートル程度という話もざらにあります。一方、世界最大の砂丘は高さが45メートル。この場合、上がった水位は下には戻りません。しかし、気候は下に戻るでしょう。だからといって安心はできません。毎年、20億トンの砂塵が空中に舞っています。その多くの出所は砂漠。この砂粒には、鉱物やバクテリアが含まれており、これが風に乗って地球全体へと行き渡ります。やがて海に落ち着く砂の量はその4分の1ほどです。バクテリアや養分が海の小さな生き物を育てます。植物プランクトンやオキアミがそれにあたります。彼らは小さな魚やクジラの餌となり、魚はより大きな魚、陸地の生き物を育てます。ですから砂が水に変わってしまうと海から多くの養分が失われてしまうのです。しかしこの状況も長続きはしません。養分やバクテリアは新たな環境に適応し、蒸発する水に乗って雨雲へと動いていくことになるでしょう。海の生き物のうち多くの種は沖合から遠くはない浅い海で暮らします。砂漠が生み出した海はそのような生き物にとっては理想的な環境となります。熱い水の中でも暮らすことのできる動物が生まれるでしょう。熱い砂で暮らしていた生き物は海へ適応します。ラクダは泳ぎを知り、小さな爬虫類は水中で長い間息を止められるようになります。暑さと海の浅さが高温に強いたくさんの海藻を育てます。新しい海は色とりどりの海藻の生い茂る海の森となります。人もこの新たな環境とともに生きるようになります。海底に鎖でつながれた大きな木の構造によって、人は水の上で暮らすことができます。漁業が盛んになるでしょう。魚が人々にとっての主な食料源となります。車は役割を失い、ボートがより求められるようになります。高級車ブランドはヨットや船舶のデザインを始めます。泳げるようになる人は数を増やし、海辺の町の人々は皆泳げるようになります。砂が変化した水は初め真水でしたが、海と混ざったことで塩分を得ます。人々は特殊なフィルターを開発し、水を真水に変えようとしています。世界の株価は上昇し、水不足で悩む国は一つもなくなっていきました。ではさらに海辺や砂漠以外の砂すべてが水に変わったとすると何が起こるでしょう。とりあえず世界中の砂時計が水時計に変わり、早く落ちるようになります。また建設現場でも砂は使われています。特に強い基礎を作るコンクリートに混ぜる原料ともなります。レンガや粘土は砂なくして作ることができません。木造を除き、ほぼ全ての家屋は崩れてしまうことになるでしょう。残った木造建築は湿度が高まったがために腐ってしまう運命をたどります。また砂はガラスの原料にもなります。鏡や窓、電球は作ることが困難になります。砂は水のフィルターにも使われていたため、安全に飲める水が減ることになります。道路では大きな渋滞が生まれることになるでしょう。というか道路はなくなることになります。車を運転していたらタイヤがゼリーのようになってしまうわけですから、あらゆる車は影響を受けることになります。飛行機も滑走路に砂が使われているために飛ぶことができなくなります。残った交通手段は船のみとなります。砂は地球上あらゆる場所にあります。ですから水が土を湿らせ押し流していくことになります。世界中がドロドロの湿地となり、動くことが困難になるでしょう。湿度は高まり、毎日霧がかかるようになります。たくさんのオオムカデ、サンショウウオ、カエルなど湿度を好む動物が地球にあふれるようになります。昆虫の中には進化して大きくなるものも現れるでしょう。
人間が生き残っていたとすれば、体の表面で水分を処理できるよう肌に鱗が生まれているかもしれません。地球はまるで SF 映画に登場するような姿になります。でも、このようなことはもしもの話。実際に起こることはないでしょう。バクテリアの研究に人生を捧げてきたあなた。ここ数年は人間の大きさを縮小する装置を開発していました。そして今その装置がついに完成したのです。はじめあなたは自分自身を親指サイズに縮めようかと考えを巡らせていました。その大きさなら肉眼でバクテリアを見ることができるだろうと考えたのです。そしてその後、幾度もの実験を経て、ついに実際に自分を縮める瞬間がやってきました。ミクロの旅を安全にするため、あなたは特殊な宇宙服に似たスーツを装着。スーツには生命維持装置が備わっています。装置のビームを自分へと向ければ、ビームがあなたの質量と大きさを変えてくれます。元の大きさに戻るためには、ホッケーパーク台のプラットフォームに乗らなくてはなりません。あなたはそれを自分の足のそばに置き、小さくなってもすぐにそこへと向かえるようにしておきました。あなたは装置のボタンを押し、それを作動させました。いけない、何かがおかしい。装置がエラーを発し、あなたを親指大ではなく、その何千倍も小さな大きさへと縮めてしまいました。あなた自身がバクテリアサイズになってしまったのです。どうすれば？あなたが異変に気づいたきっかけは、小さくなる間に旅客機サイズの灰が飛ぶ様を目にしたことでした。絨毯の毛がまるで巨大な木に思えるほどあなたは縮んでしまったのです。でも大丈夫、プラットフォームに戻ってその上に立てば元の大きさに戻ることができるんですから。それはあなたの足のすぐそばにあったはずです。数センチ横に。いや待て、ここでは1インチはどれくらいの道になるんだろうか。あなた1000人が人の髪の毛の先に立てるほどという小さな世界では。あなたは絨毯の毛に登り、プラットフォームを探しました。研究所の天井は見えません。あなたに対して部屋が大きくなってしまったがために遠くがぼやけてしまっています。あなたの周りには何万というバクテリアがいます。それぞれ違った大きさや色をしていますが、主に3つのタイプがいることがわかります。丸い球形をしたものは球菌と呼ばれるもの。球菌は互いに合体することで大きさを増すことができます。筒状のカプセルやバナナ、ソーセージのような形をしたバクテリアはバシダス属。そして螺旋を描く形をしているものはスピリルム属と呼ばれています。体の先端には繊毛が生えています。バクテリアは地球には欠かすことのできない存在で、それらは酸素を生み出し二酸化炭素を吸収します。また水や空気を浄化する働きを持ち、胃の中の食物を消化し免疫を高める力も持っているのです。バクテリアは絨毯の上を無数に這い回っています。毛を登り始めたあなたは巨大なジャガイモに見える球菌やスパゲティに見えるスピリルム属と出会いました。数時間後、あなたはようやく毛の上にまでやってきました。あなたにとっては途方もない時間だったのですが、現実世界では数分しか経っていません。体が小さければ小さいほど体感時間は短くなるのです。ハエを叩くのが難しいのもそれが理由です。ハエにとって人間の動きはスローモーションに近い状態なのです。さて、あたりを見回したあなたの目の前には無限の絨毯の森が広がっていました。そして遠くに大地のような山がそびえ立っています。あなたにとってそれはエベレスト山よりも巨大な山に見えます。なんていうことだ、あそこまで生きてたどり着かなくてはならないとは。突然巨大なバクテリアが下からあなたに襲いかかってきました。いくつものバシラス属がソーセージのように連なってバシラス孔を作っています。逃げるためにあなたは下へと飛び降りました。体重があまりにも軽いため、どのような高さから落ちてもあなたは無事に着地できます。鬱蒼とした森の中をあなたは走っていきました。ほとんど全てのバクテリアがあなたに向かってきます。ほとんどのバクテリアの食料は有機物。そして今あなたはそれらにとって最も大きな有機物なのです。小さな微生物があなたの腕や足、顔にへばりつきました。それらを振り払い落ちていきます。バシラス孔が近づいてきます。するとそこへサッカーボール大の丸いトゲだらけの物体がそれらにぶつかっていきました。この無数の玉はウイルス。バクテリアなくしては生きることのできない微生物です。ウイルスは繁殖するために生き物を感染させなくてはならないのです。ウイルスがバクテリアに侵入しました。あなたを追いかけていたその他のバクテリアも襲われています。まるで翼のないボーイングのような巨大なバクテリアが見えます。これは球菌の一種。いくつもの巨大な玉が互いにくっつき、あなたを食べようと襲いきます。そしてその中に小さなウイルスが入っていきました。バクテリアは身震いをし動きを止め、しばらくすると体に穴が開きました。そこから何百何千という数のウイルスが飛び出していきました。ウイルスはそこら中で新たな宿主を探し求めているのです。
トゲのある弾が高速であなためがけて飛んできました。あなたは小さな塵を拾い、それをバットのように振りました。一体ずつウイルスを退治しようとしましたが、バットが折れ、あなたはまた走って逃げなくてはならなくなりました。ようやく安全が訪れたようです。あなたは開けた場所へとやってきました。ここにはバクテリア以外には何もいません。あなたはここが数ヶ月前に絨毯を焦がしてしまった場所だということに気づきました。そこには南国という微生物が住んでおり、目にも止まらない速さで増殖しています。一つのバクテリアが巨大化し二つに分裂しました。その数分後、二つのバクテリアが成長しまた分裂しました。これで四つに増えてしまったのです。バクテリアのコロニーは爆発的に増殖をしています。これほど凄まじい繁殖力を持つバクテリアは、一個で24時間のうちに1トンほどの新しい個体を生み出します。5日経てば世界中の海を覆い尽くすほどの速度です。しかしこの速度は同時に個体が死滅する速度とも一致しています。乾燥や直射日光、高温、湿度、これらの環境条件がバクテリアの数をコントロールしているのです。しかし理想的な環境下であれば、確かにバクテリアは地球を簡単に埋め尽くすことができるでしょう。あなたはバクテリアの住む平地を突っ切っていきました。巨大なバクテリアがより小さなバクテリアを食べています。そして分裂し死んでいくのです。ここはまるで沸騰する生命の海のような様相を呈しています。あなたの足が何かにはまりました。何かベタベタするものを踏んだようです。その真下の地面から巨大な球形のバクテリアが這い出してきました。それはその他のバクテリアともつながっており、形という形を持っていません。形のない脈動する生命の塊のような存在、それがあなたの体にへばりつき覆い尽くそうとしてきます。生温かいゼリーに飲み込まれるような感覚です。バクテリアがあなたの胸を圧迫します。呼吸をすることも体を動かすこともうまくいきません。すると次の瞬間、金属のネジのようなものがバクテリアに突き刺さりました。その次には水晶のようなものが見えました。その後、曲がった鍵爪を持つ何本かの細い足のようなものが中に入ってきました。これらのものがバクテリアの中で合体し、一つの生き物となりました。水晶がネジの先端につながり、足が下へとつきました。このような生き物が何重もゼリーの中へと入ってきました。まるでロボットの軍隊のようです。すべての生き物がバクテリアの小さな穴から飛び出し、バクテリアを引き裂いてしまいました。そこから抜け出したあなたは、あたりが大混乱に陥っていることに気づきました。水晶のような頭を持つロボットの名前はファージ。見た目に反して自然界で生まれたものです。その目的はバクテリアを見つけて破壊すること。こうしてそれらは増殖していくのです。この生き物は私たちの身の回りにいて、バクテリアの数をコントロールしているのです。バクテリアは人の体の中で増殖すると排泄物を残します。この排泄物は人体に有害なため、体はそれらと戦わなくてはなりません。時折医学的にも悪玉菌を除去するためにファージが利用されることがあります。ファージはバクテリア以外を攻撃しないのです。そのファージが何億という数襲来し、何億というバクテリアを破壊していきます。歩く水晶のようなロボットがバクテリアに飛びつき、頭を中に突き刺し、遺伝子情報を中に流し込みます。それらが中で合体し、新たなファージとなるのです。あなたは旅を続けるに際し、ファージをいくつか身を守るために持っていくことにしました。行く手は果てしない道が続きますが、数週間後、あなたはようやくプラットフォームへとたどり着くことができました。通常の時間の流れであれば1時間ほどしか経っていません。あなたは疲れ切っていますが、まだ頂上まで向かう必要があります。プラットフォームはあまりにも高く、その頂上が見えません。寝ている間に襲われる危険があるため、眠ることもできません。あたりにはファージがたくさんいますが、そのような危険は犯せません。耳をつんざく音が空気を震わせました。まるで飛行機のタービンが耳元で回っているかのようです。見上げると、町ほどの大きさの生き物が空から絨毯へと降り立ちました。羽ばたく翼が音を生み出しているのです。巻き起こされる風はハリケーンのよう、あなたは飛ばされないよう絨毯の毛にしがみつきました。なんというひどい匂いのする生き物だろう。その足はまるで高層ビルほどの大きさがあります。そうか、これはハエだ。あなたがプラットフォームに登るチャンスかもしれません。無数の複眼に分かれた巨大なオレンジ色の目は2つの惑星のように見えます。あなたはハエの足の一本に登ることにしました。ハエが飛び立つと同時に、あなたはしっかりと足にしがみつきました。絨毯が遠くへ遠くへと離れていきます。上空からプラットフォームの頂上が見えます。あまりにも広く、その縁は見えません。あなたはハエから手を離し落下していきました。その途中、無数のバクテリアが空中に浮かんでいます。そしてついに、あなたはプラットフォームの上に立つことができました。装置が起動し、あなたを元の大きさに戻してくれました。全くもって幸運でしたね。なんてこった、巨大な竜巻が迫ってくるぞ。なんて早いんだ。
竜巻の最大速度は時速約 400km、 しかも幅 1.6km、 長さ 80km にわたって大地をえぐることでも知られています。時にやってくる竜巻ははっきり見えますが、低い雲と雨に隠れ潜む場合もあります。この場合の竜巻はやってくるのがよくわかりません。しかも多くの場合、竜巻は非常に早く発達するため、気づいた時には手遅れとなります。そんな竜巻がやってきた時、避難には数分しかありません。地下室はありますか？それとも隠れましょうか？いや、そうだ、クレイジーだと思われるかもしれませんが、こうなったらいっそ竜巻の中を見に行くなんてのはどうです？竜巻はロープのような細い渦となる場合もありますし、広範囲の雲が上後型になる場合もあります。これが後者のパターン。渦巻く風が雷雨を巻き込んでいますね。これの先端がずっと地上まで伸びているというわけです。多くの場合、竜巻は雹を伴います。アメリカ合衆国で発生する竜巻の数は年間1000件ほど。そのうちの記録保持者は年間平均120件が発生するテキサス州。嬉しい記録じゃありませんけどね。竜巻のほとんどはアメリカ中西部に伸びる竜巻街道で発生します。メキシコからの暖かく湿潤な空気とカナダからの冷たく乾燥した空気がぶつかると強力な嵐が発生します。それがある時点で竜巻を生み出し始めるのです。ほとんどの竜巻は4月から6月にかけて発生します。しかし12月に遅れてやってくるというものもありますね。竜巻は単なる砂嵐といった程度のものから、車や大きな木、家を動かすほど強力なものまで様々です。まあそれはさておき、これは願ってもないチャンス。こんなに近づいたことはないでしょう。しかもこいつはとびきり大きいときた。めったに見られませんよ。じゃあ準備はいいですね。近づいてくる竜巻、あなたの顔に土が当たります。あなたは目を閉じてそのままシュッと中へ入りました。いやー、なんてことだ。恐ろしい風がぐるぐると回っていますね。そしてあなたを上へと持ち上げていますよ。目が回ってきましたか？オズの魔法使いのドロシーの気分になってきました。中に入ったのなら自分に何が起こっているのかよく見てみましょう。風が渦を巻き、おや、あれはお隣さんのバイクだ。一緒についてきちゃったんですね。遠く離れていて欲しいものですが、 OK、 一旦落ち着きましょう。荒れ狂う竜巻の中に入っても、実は人間は生存することができますからね。しかし一筋縄ではいきませんよ。まず最初に感じられるのは温度の変化です。というのも竜巻の中は外と比べて20度も気温が低くなります。これは竜巻が常に回り続けているから。ぐるぐる回ることで中心の温度が冷え、あなたの軌道も狭まります。中心の空気は密度が 20% 薄く、これは登山した時と同じような状態です。実はあんまり長居もできません。というのも竜巻の内側の気圧はかなり低いため、あなたの肺は十分な酸素を受け取ることができなくなります。わかりやすく言うと、竜巻の中で呼吸することは高度 8000m で息をしようとするのと同じ。これはもうプロ登山家がエベレストに登っているのと変わりません。ですから息をするだけでも大変な状況になってしまうということになります。ですからこのままでは数分で気を失うことでしょう。ですが呼吸用にブライトサイドマスクを用意しましたので、一旦この問題とはおさらばです。ところで内側の空気の流れが滑らかであることに気づきましたか？実は竜巻の監視員が実際に竜巻の中に入ってしまったという出来事が起こっています。彼らは後に、雲や風が周りをぐるぐる回っているのはクレイジーだったが、内側に入ってみると空気の流れがとても滑らかになると証言しました。しかし竜巻の中は貸し切りというわけにはいきません。お隣さんのバイクも飛んでますし、木材やレンガ、ガラス、それどころか自動車や牛、トレーラーハウス、さらにレンガ、屋根、その他諸々の大きなもの、これらが一緒に回っているのが普通です。そんな中で何にもぶつからずにいられたら超ラッキー。瓦礫の速度は時速 500km にも達しますからね。避けるのなんて不可能です。まあなんか適当な奇跡が起こって、そこは乗り切ったとしましょう。どんどん目が回って、そろそろ終わらないかな、っていうかここから出られるのかなと思い始めた頃、竜巻の回転が緩やかになってきました。
これは冷たい空気が竜巻に入り込んできたため。とはいえ緩やかになったからといって安心できるというわけではありません。まあ回転が緩んだので胸焼けとはお別れできるでしょう。しかし竜巻は止まると、あなたがどんな高さにいようとそのままあなたを地上に落とします。田舎であればその辺に干し草の山があるので大丈夫でしょうけどね。ああ、でも今回の竜巻は高さ 14km を超えてるんでした。干し草じゃ助かりませんね。パラシュートは持ってきました。開くのには絶好のタイミングですよ。え、忘れた。でも大丈夫、動画はハッピーエンドにしないといけませんから、パラシュートを上げましょう。さあ、というわけでゆっくり降下を始めたあなた、上空からの眺めは素敵ですね。あ、目が回ってもう何も見えないって。しかしどうして左手の空はすっかり晴れているのでしょう。これは実はよくあること。竜巻が生まれるのは雷雲の端っこなんです。ですから竜巻が2つの天気の境界線になっているというわけなんですね。ちなみに今日は風も穏やかでした。むしろほぼ無風だったような。そう、これもよくあることなんです。とはいえ現実的に竜巻に吸い込まれたらほぼ生きて帰ってくることはできません。ですから竜巻が来た際の避難の手順を覚えておきましょう。まず地下のシェルターに隠れましょう。シェルターがない場合は地下室がベターな選択肢です。あらかじめ電池で動くテレビやラジオと新しい電池を用意しておきましょう。インターネットに接続できる機器でも OK です。保存食と水、その他の重要物資も用意があると安心です。一応竜巻に吸い上げられたものの無傷で帰ってきた人の話も残っています。100メートルほど上空に吸い上げられた人がそのまま落下し傷一つなかったというものです。これが意図的に狙えればタクシー代が浮くんですけどね。しかし吸い上げられたら助かるかどうかは正直運次第といったところでしょう。また強力なもの、例えばスーパーセルと呼ばれる嵐から外に逃れるのは非常に難しいと言えます。これは雷を伴う嵐の中でも最強クラスです。水上竜巻に引きずり込まれた場合は割合平気でしょう。水上の竜巻は暖かい水の上で発生し威力が比較的弱いのが特徴です。ですからシャワー気分で入っても大丈夫かもしれません。まあ上陸して普通の竜巻になっちゃうと問題ですが、人旋風は困りもの。規模は小さく単なる空気の柱というレベルで塵を巻き上げているために目視も簡単です。ただその分目の保護が必要となるでしょうね。忘れてしまったら目を開けていられません。人旋風は雷雨に伴って発生するわけではありませんのでご安心を。一体何が安心なのかよくわかりませんがね。ただ火災旋風に飛び込むのであれば特殊スーツが必要でしょう。煙とガス、炎に包まれてくるくる回っている間無事でいてほしいですからね。この竜巻は比較的細く縦に伸びます。人旋風と似た形です。それから非常に熱いことも覚悟しましょう。乾燥した燃料が多い場所であれば上昇気流も激しくなり、小さなつむじ風だった火災旋風はやがて雲に連なる巨大なものへと成長します。移動速度が速いのも特徴です。さて、では今回はここまで。ちょっと目が回りました。